奴らがあれを動かす力をすでに持っているとしたら、俺たちはどうすればいい？やはり一足遅かったが、激しい時空の波動を感じる。奴らは逃げた後だ。あのタイムエンジンを持ってな。タイムエンジンのパラメーターをもとに軌道に必要なオムニアムの量を計算してみた。奴らがそれだけのオムニアムを入手するのはほぼ不可能だ。一箇所を除いてはね。奴らがオムニアムエンジンを転送できるとしたら、その場所というのはハガードのことか。そうだ。セントラルタワーのオムニアム蓄電池は今も飽和状態だ。十分奴らにオムニアムを提供できる。奴らに大量の人手と設備を送り込まれたら、今のハガードでは到底太刀打ちできない。ひとまずここを出よう。タワーにいる人物と連絡を取ってみる。最悪の事態を想定しておこう。この転送ゲートはエナジー切れだ。上の制御室に行って充電して再起動しないと。私が制御室に行くから、みんなはここに残って。そう慌てるな。ざっと計算してみたんだが、転送ゲートは再起動しても30秒ほどしか持たない。つまり再起動してから30秒以内にここに戻る必要があるってことだ。また後で。ここが転送ゲートの制御室ね。まずいわ、画面がロックされている。手動で設備を再起動しなくちゃ。エナジープールが限界になって強制射出されたのね。別のエナジープールに交換しないと。了解。やつらは爆弾を設置したようだ。早く戻るんだ。幸運を祈る。生きてるかい？ええ、もう会えないかと思ったよ。今どこにいるの？オベリスクの底にある廃墟だよ。包囲されてタワーの最頂部と連絡が取れない。無事なら手伝いに来たよ。
なるべく急いでね。随分遅かったじゃないか。でもまた会えて嬉しいよ。あなたが無事で本当に嬉しいです。手短に話す。タワーの最上部とはまだ連絡が取れない。ハガードの転送ビーコンも故障中。つまり上の状況は不明さ。アイダの子は念入りに進行の準備を進めていた。その手始めがハガードと外部との連絡網の切断だ。タワーの頂上に登る方法はもはや一つしかない。オベリスクの下にある転送装置を修理して塔の内部に入り、ひたすら登っていく。ええ、まあ今はそれしか方法がない。アイダの子に破壊された転送ゲートの運転プログラムは技術スタッフが修理してる。もう少し時間がかかりそうだ。ジークとシャーリーは一緒じゃないの？あの二人は先にタワーに登った。ここにはわずかな護衛と技術スタッフしかいない。今アイダの子に襲われたらひとたまりもない。アイダの子の転送ゲートはこの辺りに3つある。先にそっちを始末したい。頼んだよ。
ええ、わかった。他の方法を考えてみる。フランツさんのお考えはわかりました。ただ、今あるエナジーだけではとてもこのゲートを維持しきれません。1秒たりとも無理です。フランツさん、お手伝いしましょうか？アイダの子にエナジー供給装置を止められた。再起動しないとタワー下の転送装置が使えない。すでに2個招待を送り込んだが、どちらも消息を絶った。きっと待ち伏せされたんだろう。危険なのは分かりますが、この任務はどうしてもやり遂げねばなりません。あなた方がやらないとおっしゃるなら私が行きます。私がやるわ。ちょうどいいところに来た。また新たな問題が発生した。転送装置の起動にはユーザー認証が必要なんだが、端末が故障してて識別情報が読み取れないんだ。端末がもう一台アイダのこの制御エリアにあります。危険を冒してでも研究員を一人送り込んで認証を完了させねばなりません。ドクター・トンプソンと守衛2名が作戦への参加を志願しました。あなたにそのリーダーを頼みたいのです。ドクター・トンプソンと話してみてください。幸運を祈っています。認証エラー、認証エラー、これは今すぐ解決しないと。ドクター・トンプソン、今の状況は？非常にまずいですね。この設備を誰が管理してるのか知りませんが、もうめちゃくちゃですよ。あなたは私の警備をしてくださる方ですね。これほどお若い方とは思いませんでした。さてと、全員揃いましたね。
もう一刻たりとも無駄にはできない。出発しましょう。守衛2名が一緒についてきてくれます。皆さん頼みました。この先が目的地です。気をつけてください。先を急ぎましょう。ここです。少しばかり時間稼ぎをお願いします。アイダの子です。早く撃退してください。ドクター・トンプソンがユーザー認証に成功したわ。これでひとまずは成功ということになるかな、ドクター・ホアキン。まだ転送設備の再起動に成功しただけです。エナジー供給は不安定なままですし、性能も完全には回復していません。油断は禁物です。この状況ですと、オビリスクの内部に安全に送り込めるのは一人だけです。一人？あの中はアイダの子でいっぱいなのに、一人で足りると思うか。一人しか無理です。それ以上は安全を保証できません。ご自身の部品が欠けても良いのであれば構いませんが。ここで当てにできるのは君くらいのものだ。ミアも一緒。ミアは危ないからダメだ。それに博士が一人しか行けないって言っただろう。ではこれで決まりですね。あなたを送り出したら、転送ゲートのエナジーを安定させて、できるだけ早く応援を送りますから。
ようこそ。はじめまして。あなたは誰？私はヴァルキリ、一人目の許しの天使、あなたの敵よ。本当は敵を増やしたくないんだけど。あなたが対立を仕組んだのね。私たちだってやりたくない。この対立はさらなる犠牲を避けるためのものよ。アイダの子は何が欲しいの？あなたたちと同じ人類のより良き未来よ。それじゃゲームを始めましょう。